大家好、こんにちは、ぽちゃんです。いよいよ明日、10月1日から、GoTo トラベルキャンペーン、地域共通クーポンの配布が開始され、東京都のキャンペーン除外も無事解除されることが発表されましたね。ちなみに先日、東京都知事が都内の宿泊において都民を対象に、一泊あたり5000円の宿泊費補助を上乗せすると発言していたのをニュースでご覧になった方も多いと思います。これは東京都独自の事業で、GoTo トラベルキャンペーンとは別のものです。ネットで情報収集していると、この東京都の補助も10月1日から開始されると勘違いしてしまっている方もいらっしゃいましたが、こちらは10月1日開始ではないのでご注意ください。一部報道によりますと、10月下旬からの開始を目指して予算組みをしている段階だそうです。また、詳細がわかりましたら、解説動画にてお伝えしたいと思います。私は茨城県民なので、すでに GoTo キャンペーンは2回利用させていただきました。ですが、今までは地域共通クーポンの支給がなかったので、明日10月1日のクーポン支給開始に合わせて GoTo トラベルキャンペーンを利用して東京都内に宿泊してまいります。そこで今回は地域共通クーポンのもらい方と使い方を皆さんと一緒に予習したいと思います。よろしければ最後までお付き合いお願いいたします。明日10月1日、私が宿泊するのは都内某所のホテルです。楽天トラベルを通して予約を入れたのですが、楽天トラベルからおととい、ご確認ください。GoTo トラベルキャンペーン、地域共通クーポン受け取り方法という名前でメールが届きました。内容は、楽天トラベルのサイト内の予約詳細ページに QR コードが表示されるので、チェックイン当日にその QR コードをホテルに提示すると、紙の地域共通クーポンがもらえるというものでした。この QR コードの提示には楽天トラベルのアプリを使うのが便利そうです。紙の地域共通クーポンは一般的な商品券のようなものです。対して電子クーポンは電子マネーのスマホ決済に似ています。楽天トラベルのように旅行会社を通してウェブ予約をした場合は基本的には電子クーポンになると告知されていたので紙クーポンでの支給となったのは予想外でした。他の国内旅行の予約サイト大手の事情を調べてみると、じゃらんも楽天トラベルと同じように紙クーポンが支給されるそうです。一休 .com は電子クーポン、ANA トラベラーズや JAL パックも電子クーポンだそうです。電子クーポンの受け取り方、使い方については、この GoTo トラベルキャンペーン公式サイトにも掲載されております。旅行会社によって手順は微妙に違うのですが、大まかな流れを説明いたしますと、旅行会社から受け取った旅行確認書や旅行確認メールにある情報を電子クーポンサイトに入力し、クーポンを受領するそうです。使用する際も電子クーポンサイトにアクセスをして、再び予約情報を入力。マイページを表示し、クーポンの金額を選択。QR コードをスキャンして利用するボタンを押すとカメラが起動するので、利用店舗のレジカウンター等に設置されている QR コードを読み込んで利用するそうです。電子クーポンをご利用予定の方は、旅行先でスマホの操作が必要になりますので、外出時、電波や Wi-Fi などインターネットがつながる環境の確保と、スマホの電源を切らさないことにご注意くださいね。電子マネーのスマホ決済に慣れていらっしゃる方でしたらば、流れは大体わかると思うのですが、慣れていらっしゃらない方でしたらば、紙クーポンの方が良さそうですよね。そもそも、サイト上でのクーポン受け取り操作や、電子クーポンの使い方自体に自信がないという方は、実店舗がある旅行会社の店頭で予約をすると、手渡しで紙クーポンがもらえることもあるようですので、店頭でのご予約をご検討してみてください。しかし、店頭販売でしたらば、どこの旅行会社でも一律で紙クーポンを手渡ししてくれるというわけでもなさそうなので、詳しくは旅行会社に直接お問い合わせくださいね。
地域共通クーポンが使えるお店について。私は10月1日の宿泊で1000円分の紙クーポンがいただける予定です。このクーポンがどのお店で使えるかですが、 GoTo キャンペーン事務局のホームページに取扱店マップが公開されています。このマップに表示されている取扱店でのみ地域共通クーポンが使えるということになります。地域別に飲食店や小売店などジャンルを絞って検索することもできます。もちろんスマートフォンからもこちらのマップを見ることができます。スマートフォンからのマップの見方は GoTo トラベルキャンペーンの公式ページにアクセスし、右上の3本線のメニューから地域共通クーポンを選びます。取扱店を探すのところまで下にスクロールして探したいエリアを選択、カテゴリーを選んで検索ボタンを押します。取扱店の店舗の方には水色のポスターやステッカーが貼られるそうです。私はクーポンを使って焼肉でも食べに行きたいなと思っていたのですが、現在この取扱店マップに載っているお店はとても多いとは言えない状況で、宿泊予定のホテル周辺ではコンビニぐらいしか使える場所がなさそうです。今の状況だと多額の地域共通クーポンをもらっても使い道に困って使い切れない方もいらっしゃるかもしれません。 GoTo トラベルキャンペーンを使った旅行の予定がある方は事前に旅行先のどの店舗でクーポンが使えるかをチェックしておいた方がいいと思います。私が宿泊するホテルではレストランでクーポンが使えるようなので、ホテルで優雅にお茶でも飲もうかなと思い直しました。取扱店これからどんどん増えるといいですね。もしもクーポンが余ってしまいそうな時は、コロナの影響で落ち込んだ観光業を支援するという本来の目的とはずれてしまいますが、家電量販店やドラッグストア、スーパー、ユニクロなどでも使えるようです。またご注意なのですが、取扱店マップに掲載されているお店でも商品によっては使えないものもあります。例えば所得税や住民税、宝くじや金券、水道光熱費等の支払いなどです。細かい対象外商品名については GoTo トラベルキャンペーンの公式ページに載っています。またクーポンは旅行先の都道府県プラス隣接都道府県において旅行期間中に限り使用可能です。隣接都道府県がどこにあたるか、旅行期間がいつにあたるかはこちらの動画で詳しくご説明しておりますので、ぜひこちらも合わせて参考にしていただければと思います。今回の動画は以上になります。10月1日以降の動画では地域共通クーポンを実際に使った様子をご紹介したいと思います。よろしければ高評価、チャンネル登録お願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょうね。シェシェ、バイバイ。